ここで少し私の証をさせていただきます。この証は私と似た取り組みをされる方は同様の経験をされると思うからです。その時の備えとなればと願います。私はスウェーデンバプセス系のオルオミッション宣教師によって形成され、 JEC 日本福音協会が主力となって経営している母校を卒業しました穏健なディスペンセーション主義の影響を受けている団体であり母校でありました母校の進学教育を担う進学教師の一人として団体の支援も受けつつより専門的な 福音主義進学を学ぶために宇田進所長の教律キリスト教研究所に3年間内地留学させていたた。だきましたそしてそこで身につけた福音主義進学を生かし団体と母校の福音理解の健全化のため同じスウェーデン・バフテスト系のルーツを持つミラード・エレクソン長 キリスト教神学やキリスト教教理入門。また！同じバプテスト系であるジョージラッドチョ、著終末論等を翻訳しつつ、約40年間神学教育に尽力してまいりました。教率を卒業して、20年間は平穏に健全化の取り組みができていました。 しかし2010年頃にあるテレビ電動車の方が東京大阪沖縄でディスペンセーション主義の教え普及のセミナーを大々的に開始されました私の所属団体と母校の先生方と新学生諸教会の兄弟姉妹の多くが退去してそれらのセミナーに 参加を進められていましたそのテレビ電動車の方は後に母校のレギュラーの聖職教師の一人としても迎え入れられその道路者のユダヤ人講師の方も講義や講演を行われるようになりましたさらにそれに加えて政治的ディスペンセッション主義の流れの運動も どんどん流入し多くの教会で関連の学び会祈り会が開催されるようになってきました私は米国のみならず日本でもしっかりした福音理解を保持している団体ではそのような教えや運動の流入が阻止され抑制されているのに所属団体と母校ではそれらの 運動や教えに迎合しそれで伝道教会形成を図り新学校繁栄に邁進している姿を見てこれらの運動や教えが内包している問題点を指摘しそれらの誤りを克服する処方箋を示してきましたただファンダメンタルでディスペンセーション主義の傾向を 内包する古いカ川木の中に健全とはいえ新しい武道士としてラッドやエリクソンの普遍的神の国と観難記号最隣接のメッセージを導入することで圧力を避けることはできませんでしたこの圧力はラッドが示すように新約と旧約の物語が 相違することこのジレンマをどのように解決するのかという根源的課題から発している課題であると思いますただ軋轢を恐れて沈黙を守ることは神の耳に沿っているとは思いません少なくとも池の中に石を投げ込む勇気だけは持ちたいものです そのの先どのようになっていくか、神様が長い先にどのようにそのさざ波を用いていってくださるかこれを見届けていきたいと思います。今回凸凹神学会の池に小さな石ころを投げ込まさせていただけたことこの小さな使命の一端を果たしたことを感謝しています。